こんばんは、平井弘明です。今回はですね、ラフとフェアウェイどちらが難しいですか？もちろんラフですよね。ラフからのショットって距離感もつかみづらいですし、そもそもうまく打てないっていう方が多いと思うんですけども、今回はですね、ラフからフェアウェイと同じぐらいの確率でグリーンに乗せることができれば、もっとスコアは上達すると思うので、そのラフからの打ち方を解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。ラフからどうやって打てばいいか、アイアンだとしましょうって言った時に、右手と左手の力加減分けましょう。何対何でどっちの手って言えます？ちなみに僕は10-0か9-1。0っていうのは不安ってプラプラしてるんじゃなくて、ちゃんとグリップして終わりが左で、全て右でこなしてます。フェアウェイからだったら9対1で右なんですけど、ラフはもちろんフェアウェイよりもインパクトの衝撃が強いですよね。芝が長いんで、それに負けないように右手を使ってボールを押さないと、ラフからボールって出ませんので、ラフからの時ほど右手に力を強くインパクトの時に入れていただいて打っていただくと、意外とラフってすんなり出たりするんですよ。なのでラフからのショットで左手でこう引きながらとかですね、いろいろやるんではなくて、まずラフから脱出することっていうのが優先なので、ボールを押さないと出ないですよね。なので右手を使ってラフから打っていただくのがラフからのショットのポイントになります。で、打ち方なんかはそのフェアウェイと一緒でいいです。細かく言うと、そのフライヤーかけるかけないとかってあると思うんですけど、フライヤーっていうのはフェースとボールの間に水分や芝生が挟まって、スピンがかかんないで、例えば番手よりも10ヤード20ヤード飛んでしまうことをフライヤーっていうんですけども、わざとそうやって打つ人もいるんですよ。わざとそのフライヤーをさせないため、させないように打つ方もいるんですけども、そのフライヤーするしないっていうのも別として、単純にそのラフからこうポンとうまく出す方法、特に女性なんか男性よりももちろん力がない方の方が多いと思うので、そういう場合はラフからのショットっていうのはすごく苦手な方多いと思うんですよ。なので打つ番手、持ってる番手なんかもそうですけども、今よりも簡単優しくラフから脱出できるように、右手を使ってターゲットにクラブと右腕を伸ばしていくイメージっていうのを持っていただくと出ると思いますので、ぜひちょっとコースでですね、練習してみていただきたいポイントになるんです。フェアウェイからだったら左手リードしてこうラインを出したりとかいろいろやっても、もちろんボールだけクリーンに打つ前提でしたらうまく打てると思うんですけど、ラフってボールだけクリーンに打てないんですよね。ボールが埋まってるんで、芝生の中にあるんで、絶対にボールより先に芝生に当たるんですよ。なんでそれをどううまく出すかなんで、右手を使って地面はこう取る必要ないですけども、ラフの茎付近ごとボールと一緒にガバッと持っていくようなイメージがあって、でその抵抗、フルスイングの時に自分に来る抵抗を右手を使って押し返すようなイメージですよね。で押し返すんだったらこうなりますよね。なので右手を使って打った方がより打ちやすいと思いますので、やってみていただきたいポイントになります。でもそれラフでそうなんだったらさ、フェアウェイだってさ、右手で打った方が良くない？本当はそう。アプローチもそう。そうでしょ？そう、アプローチのフェアウェイ、ラフもそう、バンカーもそう、アイアンとユーティリティとヘアウェイとドライバーもそう。違う、全部じゃん。そう、全部全部そう。でも俺と登録だけかもしれない、右手押しは。そう、うん、分かんないけどね。でもあれ、メジャーリーグ行った松井秀喜が言ってた、なんて上の手で押し込めないとホームラン打てない、うん、松井秀喜はさ、右投げ左打ちだから 左手が上なんだけど、うん、だから左手で押し込めないと、そう、こういうことね、打たないと打てない、うん、ってことは右で言うこれね、そうそうそう、それがないと、うん、で松井秀喜は右投げ左打ちだから利き手がね、右手なの、逆なんだ、そう、だから押し込みが弱いからメジャー行ってホームラン打てなくなったって。ちょっと鳥肌立ってる。マジで。だから上の手だね。ああ、俺ずっとそうやってきた。うん。もう絶対にこうやってやってって右手でやってきた俺。右。それそれ。それ。それで。でもあのね、でもね、
今のトール君の話に聞いて火がついたわけじゃないけど、うん、俺本当そう思うよ前から動画で言ってるけど、うんうん、だってさ最後さ、うん、こうなるならないなるでしょ、うん、なるよね。でさこうバックスイング上げてここから引きこう切り返すときにクッて左でこうきっかけを作ってそっからもうグーって右使ってインパクトバチンって迎えると思うんだよね。そうだよね。そうでしょ、ね、だってさスプリットでこうやって握ってたらさ絶対さこうやってなるじゃん。このままいかないでしょだと思うんだよね。いやそうだと思うよ。でしょ、じゃないと追い越さないからね。そう追い越さなきゃダメじゃん。追い越さなきゃダメね、うん、追い越すんだから、うん、右手だと思うんだけどね。そうだよね。その瞬間押し込まないとさ、うん、押し込むつとゴルフだと違うかもしれない。まあインパクトでこうやってなって、うん、ここからここだけの話でしょって思ってる方も結構いると思う、うん、でもここでじゃあ初めて右使うって言ってここで右使ったらもうここまで来てるから、うん、そうだからここで使いたいんだったらここじゃない。そうだね。ね、うん、だからこっから使って初めてここにこうなるじゃない。そうだ、ね、そうだから結局右じゃないかなと思うんだよね。そうだね。ねそうだね。そうだね。右だと思う。その証拠にいつも右で打ってるから、うん、俺片手打ちだったらはっきり分かるんだけど右だとあの白い旗に当てられそうな気がするんだよ。こうやっていつも右で打ってるから、ま、違和感ゼロよ。だけど左だとさこうやって大ダフりするんだよね。そうだから向かい方が知らないから。そうだから別にこの子が悪いわけじゃなくて教えてないだけだから。そうだからね右手だったら何の違和感もなくこうやって行くんだよね。そうだから右手で打ってるなって再確認ができる練習方法でもあるんだけど、だから右手使ってもらいたいな。ラフで特に、うん、やっぱりインパクトの衝撃があるショットほど利き手が左なら左でいいんだけど右利き右打ちの方が多いと思うんでその右を使ってやっぱこうインパクトに負けない当たり負けをしないためのスイングをしていただいた方がいいと思いますね。そしてバンカーも右なの？全然右。バンカーはこう左は。どういうことそれ？これは詳しく言えないな。これ言えないんだ。バンカーはこうやって握るのよ。こうやってだもうこの向きよね。ピンって張ってこうやってこの向きでフックグリップで握ってフェース開くの。それでもうこうしたらもう何もしない、うん、もうこれ終わりで右手を自分の振りやすいグリップポジション向きに握るじゃない。したらもう絶対に右で全部操作するんだけどコックしてコックするだけ。そうだから左はこうやってなるだけ、お付き合いしてるだけ右にこうやって。だから左手はずっとこうずっとこうこうやってやってるだけ、こうやって動いちゃうだけ。そうこうやって右なんだじゃん。そうバンカーはこうやって構えてこう。そうで砂を切る。砂は叩かない、切る。そうこれは基本。ボールの手前の砂を叩けて叩こうとしてたらバンカーショットはうまくならない、うんうん、砂は切らなきゃダメ。そうやっぱ砂に当たるから衝撃も強いでしょ、うん、そう多分ゴーラフは別として普通のラフ一般的なラフとヘアウェイとか全部含めて多分バンカーが一番衝撃強いと思う。そうだからね、多少グリップ力も強くなきゃいけないし準備してなきゃダメ、うん、衝撃が来るんだよっていうのに耐えなきゃいけないから、うん、バンカーとラフっていうのはそれはもう分かりきって力むわけだから、うん、で力んじゃったってことは準備できてないから力みになってる、うん、そうだから準備できてる人は力んでもそれがいい力みになるから、うん、ちゃんとした準備ができてる、うん、そうだけど力んじゃってミスショットしちゃったっていうのは準備ができてない、うんそうだから右手を使ってその準備をもう整えておかないといけないよね、うん、そうで最後こうバーンって右で押し込んでラフからなんか打ってあげた方が絶対結果はいいんで
ぜひやってみてください。今回はですね、ラフから脱出するポイントですね、動画にしていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。